皆さんご機嫌いかがでしょうかヒ子のウィークリーゴールデーようこそえ。今回はマーケットエッジ代表の小菅務さんと一緒に進めてまいります。小菅さんこんにちは。はい、こんにちは。お願いします。<laughs> よろしくお願いいたします。もう7月も半ばです。7月15日水曜日。え今日の ひろこのウィークリーゴールド、えー、タイトルいろいろと、えー、衝撃的なタイトルになっていますので楽しみにしています、えー、まずは、えー、貴金属の価格をチェックしておきましょうさあこちらは昨日のニューヨークの引け値ドル建ての価格はニューヨークの引け値ですそしてこの、えー、比較は先週のこのウィークリーゴールドの 時の放送のところからの比較となっています。ちょっとプラチナが弱いなっていう感じがするんですが、えー、ゴールド、シルバー、パラジウムは価格を切り上げています。小菅さん、特に注目すべき点は、はい、どこでしょうか。そうですね。銀価格はかなり上がってますよね。シルバーはい。はい。はい、これなんですか。まあ時給要因だと二つぐらい指摘,指摘できるんですけど、はい、まあ一つが南,アフリあ南米の方ですね。供給不安。 今新型コロナがまあ北米と中米南米まあこの辺で蔓延してますので、特にやっぱり銅とか秘鉄の生産が落ち込んでんでバイプロダクトの生産が落ち込んでます。供給不安が一つ。はい。はい。でもう一つがこれアメリカの大統領選ガラミなんですけど。はい。トランプ大統領の支持率がちょっと下がってんですよね。はい,いやちょっと今回は危ないみたいなことをね言われてますね。はい。でもしかしたらやっぱりバイデン大統領のシナリオが出てきたという状況なんですね。 なんで,そとでシルバー、うん、バイデンさんってこれ、えー、太陽光発電の方すごい力入れてる人なんですよはい。だもしかしたら政策の大転換が起きるかもしれないと、はい、でそうすると太陽光パネル用の銀の需要が場合によっては増えるんじゃないかとこういった思惑も出てますよねはい。太陽光パネルに使うシルバーの需要というのは 大統領選挙でバイデンさんが来るかもしれないというような思惑もあるんじゃないかということですね思惑ですけど <laughs> はい、わかりましたちょっとチャートを見ていきましょうかえゴールドはこのレンジを抜けてから堅調、えー、にゆっくりと上がってきていますがシルバーもこれ抜けそうですよという話この番組でも続けてしてきましたけれども抜けてからちょっとこう急に 勢いがついて上がっています。プラチナパラジウムはレンジの中で相変わらず水死という状況になっています。ということで、えー、今回小菅さんに伺っていくお話のテーマ 今日はこんなな感じになりますまず中国とアメリカのデカップリングこれは金市場にとってどうなのかそしてインドネシアという名前が出てきました国際マネタイゼーションが始まったというのがね今日のセミナーの一つのタイトルにもあるんですがこの辺りじっくりと小菅さんに解説していただきたいと思いますこのの番組は豊豊かかでで均等しし提供でお届けいたします。 では小菅さん、早速お話、伺ってもよろししいでしょうか、はい、まず最初はこの米中の対立、もコロナ禍で本当に鮮明になってきました、これが金にはプラスなんでしょうか。これかなり今プラスの状況になってますよね、はい、で今回、ご用意したチャート、これ一つ目なんですけど、上海のこれ黄金取引所まあ金の現物の事情なんですけど、そちらの方の値段と出来高です。はい でこれ、今年やっぱりまあロックダウンとかありましたんで、中国の金張って結構落ちるんじゃないのってみんな言ってたんですけど、比較的早くまあ新型コロナから回復してきましたんで、足元、出来高高かなり高いんですよね、はい。で金がやっぱりこれだけ上がってると、普通はちょっと買い控えとか警戒されるんですけど、それよりもまあコロナの影響が終わっていって、どんどん消費者が動き始めてると。 こちらの効果の方が大きいというのが今、このチャートでよくわかると思います。はい、中国は都市封鎖が解けたら、やっぱり金動くわけですね、金の現物を買うという人が増えるということですね。すこれだけ高いのにやっぱり買ってるんですよ。うんはい、一方で、欧米勢はどういう特徴があるんでしょうかこれ、アメリカの方ですと、逆に今、新型コロナは今、すご、はい蔓延してますよね。はい、でアメリカの方今何をやってるかとというと 金の ETF もすごいこれ買ってるんですよね。おおはい、2020年のところズと、ね、はい、ゴンとね増えてます。ちょっとこ青いのが北米の需要なんですけど、はい。今年の1、6月期だいたい458トン買ってます。すごいですね。はい<米>はい。はい、これ去年は31トンでした。え、十 <laughs> <laughs> 何倍？15倍くらいですね。ねえはい。だこれすごい中国とアメリカってすごい対照的な今状況なんですよね。 はい、中国の方うは、まあ、新型コロナがだんだん収まってきたので消費者がどんどん金を買ってる、はいるーー<ー>アメリカの方は逆にどんどん感染被害が広がっているので不安から主に ETF を買っているんです。うーん なるほど不安心理からこの投資商品のほうに資金ががっと流入しているというのが、如実に表れている、これ、ロジックが中国とアメリカでは違うっていうことですか、ね、うですね、同じ金塊なんですけど、はい、中国はまあ早く収まったからどんどん買っていこうで、アメリカの方は全然収まらないから怖いから買っていこうって、あ<ー>だから普通はこれ、両立しないテーマなんですけど、たまたま今、新型コロナの地域別の感染状況、だいぶ違いますので。はい まあこういった面白い現象が発生している状況です、はい、このデカップリング、どちらの国にとっても、金外の <laughs> 心理的要因になっているとということですね、はいはい、そして、こちら、ルビコン川を渡ったインドネシア中央銀行ということなんですが、今日の国際マネタイゼーションが始まったとっいうのは、ここですね、どういうことでしょうか、はい、これ今年すごい、インドネシアの中央銀行って活発に動きをしてるんですよね。はい で何やったかというと、まず4月に、えー、中央銀行が政府から国債を直接買い入れるということをやってます基本的に直接買うのは、禁じてとされてるんですよ、ね、そうですね、日本でもやっちゃいけないことになってますよね。それ、一応、市場に流通させてから、それを買う、日銀が買うってことをやってますから、はい、直接じゃないんですよね。そうで、すねでインドネシアはこれ、国債のマネタイゼーションという、これ、いわゆる禁じ手に踏み切ったんですよねはい禁じ手ですね。はい でその後またさらに大きい動きがあって、これ、今月に入ってからなんですけど、はいうん、インドネシアの財務省と地方銀行が、国債の金利受け取りを今度、中央銀行はやりませんよってことで合意したんです。ええー、そうなんですね。はい、普通はだから、地方銀行が国債買ったら、利払いもらえますよね。でもそれをやったら国が大変だから、いや、受け取りませんよって、<laughs> こういう合意をやったんですよ。はい、これはやっぱりちょっと普通はやっぱりありえないこ,とですこんな新ルールを作っちゃったんですね。<laughs> はい これ、常識的に考えれば、こんなことやったらインドネシアの国債っていうのは暴落するんですけど、実これななっていんですよね今、全然そんな話は聞こえてきませんね、これ、その直後に、ムーディーズの副社長が発言してるんですけど、あんまりこういうことよくないけど、短期的には格付けには影響を及ぶことないですよって、んなぜかというと。 ななぜかとというと今新型コロナでみんな大変だよねという、はい、だからまあしょうがないよねというちょっとなんかぐずぐずの論理で認めちゃってるんですよ、うん、大義名分があるから、まあ、しょうがないよねということでちょっとこう、はい、ルール的には平時ではとんでもないことがまかり通ってしまっているってことですよね。これもインドネシアだけで終わればいいんですけど、はい、これインドネシアはこれ成功しちゃったわけですよね。国際のマネターーーションでまあムーディーズがお墨付きちゃ ねはい、そうすると今度他の国も同じようなことをやるんじゃないかという<ー>こういいった懸念が浮上してるんです、はい、で実際にこれいくつかの地方銀行がもう具体的に言っているんですけど、まあ、ミャンマーとかフィリピンあとちょっと意外なんですけどオーストラリアとかインドこの辺が場合によっては自分たちも国債のマネタイゼーションを考えていますよと、えー、そうなんですか、うん、まあ基本的にはその新興国というのは。まあ 金利が高いので、利下げすることによって金融政策って調整することがいくらでも可能なんですけど、ここまで踏み込まなくちゃいけないというのは、はい、インドネシアなんか今、インフレ率なんかみるみる下がってきてるんですよね。はい、1.9%ぐらいまで。はい、まあ、資本の流出、あるいはまあ、需要のこう不足ということで、これやんないと回んないということで始めたんだと思うんですけど、 他の新興国もこれ、当たり前のようにやるようになったら、ルールなんて無視の金融市場ができちゃうってことになりますよねですから、これ、インドネシアだけの動きじゃなくて、もしかしたらこれ、金融政策の歴史の一つの転換期になる可能性がある動きかなと思ってます、うん、はいこれは金価格にとって、まあ当然ポジティブですよね。<laughs> こ<れ>ね <laughs> 金融政策だけじゃなくて、これ、もう財政支出、じゃぶじゃぶやるっていうことで、まあ、しかもルール無視でということになりますから、はい、何かハンドリング失敗すると、とてつもないインフレのリスクがあると考えることもできますよねそうですね、でこれ、最近の、ね、やっぱり金融政策の歴史を見ると、はい、まあ前回の世界投時危機2008年ですけど、はい、この時って、欧州の中央銀行がすごい動いたんです、ね、はい まあ今だともう一般的ですけど量的緩和とかマイナス金利っていうはい当時これ非伝統的手法とか言ってましたよ非伝統的はい <laughs> ありましたねはいでもこれ今どうなってるかというとどの国も当たり前にやってますよねそうですね ECB 相変わらずマイナス金利ですし、はい、まあリーマンショックのあとそしてあのヨーロッパのソブリン危機といわれることのあといろんなことをやったけどそれ結局その 収束しなかっったよねねてことです,、ねそうですね、みんなこの時もやっぱり一時的だよって言ったんですけどで、はい、できなかったんですよねで今回も同じようにこれ一時的だよと言ってるんですけどどうなんでしょうかという問題ですね。<laughs> <laughs> 負の遺産払拭,拭できぬままこのまたコロナショックというのがやってきて、はい、あの時よりさらに踏み込んだことを今世界的にやり始めちゃってるってことですよね。はい、これ脱却できる、まあ <laughs> そうですねだから世界同時金利的に聞いてきは欧州がやって、まあ、うまくいかなかったで,で今は今度東南アジアがすごい熱くなってるんですけどあ<ー>これがまあうまくできなかったら今度金融政策の一つの転換期になる可能性がある、まあ、非常に怖い動き、まあ、金にとってはウェルカムなんですけどなるほど <laughs> ここ要するにまあ本当通貨の価値って何だろうとかね、はい、資本主義って何だろうみたいなことになってくるとやっぱり信用できるのは金ですよってことに。 なってくるわけですよ、ね、そうですね、まあ、通貨とか国債とか財政、うんもう、もっと言うと国の信用にかわるので、はい、この辺が全部変わってくる可能性がありますよ、はい、ということで、これ、インドネシアだけにとどまるかどうかというところ、今後のニュース、皆さんチェックして、他の新興国もこういうことを始めたら、ますますこれは金のプラス材料としてまあ上がっていく可能性があるということでは、その金なんですけれども、えー、今ね、 今日のタイトルのもう一つのテーマ、株も金も高いということで、その本当の関係というのをちょっと小菅さんに教わっていきたいと思います。こちらのチャートは？これ今年に入ってからの株価と金ですよね。はい。でこれまあ当然金上がってるんですけど、まあ株価全然下がってないという、まあむしろ高めの水準で推移しているというのが今の現状です。はい。どっちも高いですねっていうことです、ね。そうですね。これよく聞かれるんですよね。株こんな高いのになんで金買ってるのってう。うん <laughs> 金融市場の人はちょっと違った見方してて、はい、まあこんな状況なのになんで株を買ってんのっていうそうですよね、ちょっとこの株高には違和感感じる人、多いと思いますけれどもね、もう1枚チャートありますので、ご覧いただきましょう、はい、でこれ、実は1980年からなんで、大体40年ぐらいですか、株価と金価格のチャートです。はい でこれ見ると、まあ、一般的な株が安いときに金が買われて、株が高いときに金が売られるという相関はどうですかね。そんななに逆相関じゃないですよねそうですね、まあ、うまく逆相関になるときもあるし、正 <laughs> の相関になるときもあるという、そんなに綺麗な逆相関、実はあんまり出てこないんですよね。なってないですよね、はい。はい、で、これ、まあ、次の図なんですけど、はい、これ、私は一生懸命計算したんですけど。なんですかはい これ、過去1年間の株と金のパフォーマンスをこれ3プーツで出したものです。はい、横軸がこれ、株価のパフォーマンス、年間のパフォーマンス、縦軸が金の年間のパフォーマンスです。はいこれ、データが486か月あったんですけど、はい、これ、実はそのうちの204か月、はい、42%が,金が,上がって株が上がって金も上がってるという、ね、ちょっと右上のところですね。ねはい、はい で株が下がって金が買われてるっていうのはこれ左上なんですけど、はい、これ36パーって、はい、で逆に例えばまあ右下の方がこれ株が上がって金が下がってる、まあこのパターンで実は13パーしかないんですよ。こ,このパターンが一番教科書的にそうですね言われてるとこですよね。みんな言われるって言われるんですけど、<laughs> はい、実際のこの金の過去のデータを見るとそういうパターンで13パーしかないんです。 どっちも高いのが42%バールってことはこっちの方が、はい、確率としてはだから株も上がって金も上がってるっていうのが一番多いパターンなんですよ状態的であるというかこっちの方が普通だってことですよねはいはいだからあんまり単純にだから株が上がってるから下がってるから金がどうこうってう議論は私はやらない方がいいのかなと思ってますはいこれは年次ということですけど月次でやっても同じ感じなんですか、ねそうですね これ月順のも一応作ったんですけど大体同じようなグラフになっちゃいますんでうんやはりあの何かあるとどっちも上がる資産が上がるというふうに考えた方がいいってことですかね。そのパターンがやっぱり一番多いってことですよね。はい、でもまあ足元は一体どういうことが起きてるのかなぜなのか株高なのになんで金を買うのかって質問がね小菅さんのところにも多いということなんですが、はい、それを、えー、表すはい。 え資料がこちらですこれちょうど IMF から都合がいいレポートが出まして、す<ご>いこれ、<laughs> <laughs> これどう解説したらいいのかなというのが、まあ、一番これが分かりやすいのかなと思って、はい、国際金融安定性報告書というのを、これ、改訂版が6月の末に出たんですけど、ええ、でそこで、まあ、経済の回復と、まあ、リスク資産とのバランスが、これ、過去最大レベルの乖離が生じてますよという警告を発してるんですよ、ね、過去最大ですか。はい だから、うん、リスク資産、まあ、株とかの方は、まあ、これから景気がどんどん回復していくよって、しかも、はい、まあ政策の支援が、まあ、代表的なのは中央銀行ですけど、はい、政策支援が強力なんで、どんどんリスクを取っていけるよって、そういう見方をしてるんですよね。うん、で一方、実体経済で市場どうなってるかというと、そこまで楽観的じゃないんですよね。はい、だから、実体経済とリスク資産とのバランスがすごい乱れてるんじゃないかという、はいで、これが将来的な金融不安につながる可能性がありますよというのを。 警告しているレポートなんです、はい、あの2つのチャートは左側は何でしょうかこれ左側は株の収益なんですけど S&P の、えー、これ企業市場のコンセンサスなんですけどこれから企業収益どう,どうなって見てるかというと、まあ、これからぐっと上がっていくよと。えー どどんどん増益増益益で見通しはもうポジティブなんですね、うん、もうそこはもう見たということで、先<え>は明るいというふうにみんな見てるんですね、はい、そうですね、まあ、今、決算が発表されている4、6でも最悪が終わって、これからはもうどんどんいけるんだよという、そういう見通しを織り込んでるんですよねうんそして右側はでこれは、まあ、その株価とこれ消費者信頼回数、はい、まあ消費者マインドの指標なんですけど、この変わりがとんでもなく大きくなってるんですよね。はい これまでずっと株価と消費者マインドって大体同じような動きしたんですけど今消費者マインドがすごい下がってるのに株価だけ下がってないんですよねそうですねやっぱりちょっと違和感ありますよねこれね他の経済省で見ても大体同じ結果が出るんですよね実態が良くないのに株だけはどんどん行っちゃうっていうまあこれがまあね世界的にばらまきやってる過剰流動性相場だからって言われればそれまでですけど、はい ちょっとこれ怖いって感じる人もいるでしょうね。実体経済がこういったリスク下に追いつけばいいんですけど、はい、追いつかなかったときは、これ、大変ななことになりますよだから金市場の方は株が高いとかささあ、安いとかじゃなくて、こういったリスクを抱えている状況が怖いって見てるんです、はい、やはり不安心理から、まあ、金をポートフォリオに加えておこうというふうに考える人は、もう増えているということですね、E テレなんか見てるとそうですよね。はい、はい ありがとうございます。では、ここからは、えー、テクニカルで、えー、金の価格動向をチェックしておきましょう。こちらは、えー、トコム、えー、東京、金の、えー、先物の,のチャートです。 毎週やってますけれども、月足、週足、そして日足、すべてがボリンジャーバンドの1シグマの上で推移していると。ここを割り込んでいませんと。まあ、ちょっとね、あの、ザラ場で割り込んでも必ずこの1シグマの上に乗っかってくるということで、基本的には強い相場が続いています。 そしてこちらのチャートご覧いただきましょう小菅さんに解説いただきたいんですがこれは金銀非課と言われるチャートですね。そうですね、はいはい、で足元大体もうずっと100倍前後なんですね。はい、でこれはやっぱり金が割高もしくは銀が割安なことを示している章なんですけど、はい、これ今金が上がってきたので、まあ、投資家の方としては金がちょっと1800ドルちょっと高くなってきたねと。う、はい、うん、うん でそうすると、まだバリエーションで安い銀を買っていこうかという、こういった投資行動が今、増え始めてるんですよね、はい、じゃあ、この日価がちょっと足元で、この下の方のチャートですけど、水色の、これ下がってきているということは、えー、金高シルバー安が修正されているということですねそうですね、まあ、銀の方やっぱり景気がなんだかんだ言っても緩やかに回復していくんだろうという、はい、こういった見通しを持ってますので。 そうすると、まあ、金が上がってくるんだったら、まだ割安な銀を買っていくという、そういった投資戦略もあるんじゃないかという見方が強ままってます、ね。もしかしたらバイデン大統領になるかもみたいな思惑がシルバーの、えー、材料になってるというのは、ちょっと面白いですよね。受、ねまあ、給要因で先ほど言ったような2つもあるんですけど、はい、こういった非課の論理というのもすごい今、重視されてますよね。はい ということでテクニカル的にもやっぱり割安なシルバーを買っておこうというような動きも出始めているということですね、はい、えではちょっとコメックスの先物の投機、えー、化のポジションを見ておきましょう、えー、黄色いのが金の価格そして青いのが投資家のポジションですね、えー、またちょっとね、えー、ロングに積み上がり傾向にあるということとあとは ETF の残高を見ておきましょうこれも ずっと積み上がっているということで小菅さん、やっぱりこれ見ると株も上がってるけどこっちにもやっぱり資産を振り分けておこうということで資金は続々と入ってきているというのが分かりますすねねそうです、ねまあ、株が過熱してるんですけどちょっと売れないねという状況でその時のヘッジとしてやっぱり金が買われているというありがとうございます。 ということで、私ども今までいろいろなことをお話しさせていただきましたが、投資におけます最終判断は皆さんご自身で慎重に行っていただきますと幸いです。ひろこのウィークリーゴールド、皆さんぜひチャンネル登録していただければと思います。あるいはいいね押していただけるととても嬉しいです。あるいは番組への質問がありましたら、コメント欄の質問フォームからご質問を受け付けていますので、こちらに質問をお寄せいただければと思います。え今日は小菅さんと一緒に お届けいたしましたこの番組は豊かで均等し豊か障子の提供でお届けいたしましたでは小菅さん今週もありがとうございましたまた次回お会いいたしましょう,、はい、うし皆さんご覧いただきありがとうございました